ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。本の中の物語のように。私小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。暇だなあ。あ、いつから来てました。怪我をされた方はいらっしゃいますか。私がすぐに駆けつけますよ。最高のご奉仕をお約束し、ごし。運動、そして食欲の季節、まさに美食の祭典。この絶好の機会、堪能するより他ありませんわ。クロミセリカよ。言っとくけど、私が一緒になる以上真面目にやってよね。美食にとって大切なものは料理と相手、そして時期。それと同じくらいシチュエーションもなくてはならない存在です。何から何まで、お気遣い、感謝いたします。屋台の案内でしたら、私にお任せください。体を動かすのもたまには良いですね。
せっかくの体操服ですし、競技に参加したい気持ちもあるのですが。主殿の命を静かに待つ。暇になってきてしまいました。